はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、こちら今日みたいな、これヘラクレスが浮かしてるのがわかると思うんですけど、こちらはなんとですね、ヘラクレスエクアトリアヌスなんです。エクアトリアヌスの WF4 ワイルド4のエクアドオレジャーナさんですねのやつがついに浮かしました。確かこれ福袋かなんかで来たような気がするんですけど、あの3億はクラブのそれが浮かしましたよ、ついに。おまけにオスメス、これメスのケースなんですけど、どっちもほぼ同じタイミングで浮かったんですね。ある意味最高の結果です。自分正直ダイナスケース、ダイナステス系、特にヘラクレスはちょっとトラウマがありまして、いろいろ失敗があってトラウマなんですよね。相性良くないんですけど、今回限りはなんかうまくですね、ドンピシャで浮かしました。まあエクアトリアヌスといえばですね、非常にここ2、3年ですね、数が入ってるのはあれなんですけど、もともとですね、まあ安、どうやら調べたら、ほんとクワカブームの時は結構入ってきて安い虫っていうイメージだったらしいんですけど、それからまあブームが落ち着いて、でそれから入らなくなって非常に価値が上がった虫なんですね。ほんと綺麗なんですよ、成長の姿見たら綺麗なんですけど、その反面ですね、非常にちょっと繊細な部分がありまして、自分ワイルド F1 のやつは全部落としました。3例で全部巨食で落ちたんですよね。まあ、そんぐらいちょっと繊細な虫ではありますね。まあ、そんな虫をこうね、類代が進んでるものとはいえ、金とこう浮かまで持っていたっていうことですね。結構感慨深いですね。まあ、頑張ってですね、今度 WF5 取れるように頑張っていきたいと思います。それではですね、動画を終わります。